お世話になっておりますマサルです。今回はネットワークスペシャリスト令和5年度午後に問い2を使って DNS レコードについて一緒に勉強していきたいと思います。ネットワークスペシャリスト試験では必ずと言っていいほど DNS に関する問題が出題されます。 DNS については覚えることがたくさんありますが、まずは基本的な DNS レコードから覚えていきましょう。各レコードの役割を正確に理解することでネットワークスペシャリスト試験の理解度がぐっと向上すると思います。それでは今回も一緒に頑張りましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回は令和5年ネットワークスペシャリスト午後に問い2です。まずは全体像からお伝えします。この問題では DNS レコード以外にもサーバー証明書、ロードバランサー、 X フォワーディッド4ヘッダー、 SSL オフロード、ケルベロス認証、サムル認証、このような問題が出題されました。つまりこの問題に挑戦することでここに書いているような知識を学ぶことができます。今回の動画では DNS レコードとサーバー証明書にテーマを絞って説明していきたいと思います。それでは早速導入パートから読み進めていきましょう。その前に設問先読みです。午後問題は長文なので設問を先読みして効率的に問題文を読み進めるように準備しておきましょう。最初の設問は図2中の空欄 A 空欄 B に入れる適切なリソースレコード名を、空欄 C から空欄 F に入れる適切な IP アドレスをそれぞれ答えよという設問です。リソースレコードと書いているのでおそらく DNS に関する問題が出題されるのかなと想像することができますよね。それでは導入パートを読んでいきましょう。今回は EC サーバーの増強に関する問題です。この動画では問題文の中で大切な部分だけをピックアップしてお伝えしていきます。この導入文の中で何が説明されているのかというと、まずは Y 社という会社の背景が説明されます。 Y 社は事務用品を EC サイトを使って通信販売をしている会社です。 EC サイトはデータセンターの中に構築されています。お客さんはインターネットを経由して Y 社の EC サイトにアクセスします。 EC サイトを管理する Y 社の担当者は Y 社内の運用 PC から広域 E サモを経由して EC サーバーにアクセスして日々の運用を行っています。ここで動画をご覧の皆さんに質問です。問題では問われていませんが、 Y 社はインターネットを経由しても EC サイトにアクセスすることができます。しかし今回の事例では広域イサモを経由して接続しているようです。ではなぜ広域イサモを使って接続しているのでしょうか。理由を考えてみてください。広域イサモを使う理由は、一般的に広域イサモを使うと通信の盗聴リスクが低くなること、そして高い信頼性と品質保証があることです。広域イーサー網というのは通信事業者が管理しているネットワークです。つまりインターネットよりも安全安心に利用することができます。もちろんその分費用はかかってしまうので、広域イーサー網のような定期網を利用するかどうかはセキュリティポリシーなどによって決まります。広域イーサー網と聞くと難しく感じますが、今回の事例の中では広域イーサー網については深く問われていません。なので Y 社の L3 スイッチと Z データセンターにある Firewall Z が広域イーサー網という名前のスイッチで接続されていると思ってください。では問題文を読み進めていきましょう。続いて図2が出てきます。図2は DNS サーバーで設定されているゾーン情報です。ここで注目してほしいのは、今回の DNS サーバーでは2つのドメインの情報を管理しています。インターネット向けのドメイン example.jp と社内向けのドメイン y 社 example.lan です。今回は複数のドメインを管理しているので
少し見慣れない情報になっているかもしれませんが、ネットワーク構成を見ながら空欄 A と空欄 B に当てはまる言葉を考えてみてください。それでは空欄 A と空欄 B に入るリソースレコード名をお答えします。空欄 A が NS、 空欄 B が MX です。リソースレコードは様々ありますが、まずは代表的なリソースレコードから覚えていきましょう。 A レコードというのはドメイン名を IPv4 アドレスに変換します。ここが A レコードですね。そして MX レコードがメールサーバーを指定するレコードです。 MX レコードでメールサーバーを指定しています。そして NS レコードは権威 DNS サーバーを指定するレコードです。NS レコードでそのドメインを管理している権威 DNS サーバーを指定しています。このネットワーク図の情報からどれが DNS サーバーでどれがメールサーバーなのかが分かるので答えることができますよね。空欄 C から空欄 F については現時点では IP アドレスが分からないので、このまま問題を読み進めていきましょう。次は EC サイトに関連するシステムの構成、運用およびセッション管理方法という新しいパートが始まります。このパートでは Y 社が提供する EC サイトのシステム構成や運用方法などが説明されます。まず説明されるのは EC サーバーへの接続方法です。お客さんは EC サーバー .example.jp と指定するとインターネット経由で EC サーバーにアクセスすることができます。運用担当者は EC サーバー .y.example.ram を指定して広域 eSAMO 経由で EC サーバーにアクセスします。EC サーバーに接続するときの URL が違うことを覚えておいてください。問題文を読み進めると、EC サーバーのサーバー証明書は一つであり、マルチドメインに対応していないと説明されています。マルチドメイン対応とは、一つのサーバー証明書で複数の異なるドメイン名をカバーできる機能のことを言います。今回はマルチドメインに対応していないので、対応できるドメインは一つだけです。では今回の事例において example.jp のドメインと y 社 .example.ram どちらのドメインのサーバー証明書が EC サーバーに登録されていると思いますか？考えてみてください。今回の事例の場合は EC サーバー .example.jp、 こちらの社外向けのドメインのサーバー証明書が登録されているはずですよね。もし社外向けドメインである example.jp のサーバー証明書が用意されていない場合、お客さんのブラウザにはこのサイトは信用できませんみたいな警告メッセージが表示されることになります。そうなると誰も商品買ってくれませんよね。なので社外向けドメインである example.jp のサーバー証明書が EC サーバーには用意されていると推測することができます。ここで少し寄り道をしてサーバー証明書のマルチドメインについてお話ししてみたいと思います。サーバー証明書は複数の異なるドメインに対応できる〇〇証明書と同じドメインのサブドメインに対応できる〇〇証明書というものがあります。それでははじめに複数の異なるドメインに対応できるサーバー証明書のことを何証明書というでしょうか？少し考えてみてください。複数の異なるドメインに対応できる証明書のことを3証明書と言います。3証明書を使うと設問のような異なる複数のドメインに対して一つのサーバー証明書で対応することができます。では次に同じドメインのサブドメインに対して対応できる証明書のことを何証明書というでしょうか？同じドメインのサブドメインに対応できる証明書のことをワイルドカード証明書と言いますね。ワイルドカード証明書を使えば同じドメインのサブドメインも一つのサーバー証明書でカバーすることができます。それぞれメリット、デメリットがありますのでこちらも確認しておきましょう。3証明書のメリットは一つの証明書で複数のドメインを管理することができます。その結果管理するサーバー証明書を少なくすることができるのでコストを抑えることができます。デメリットはドメインを追加したい場合は証明書の再発行が必要になる場合があることです。次にワイルドカード証明書です。ワイルドカード証明書のメリットはサブドメインを増やしてもサーバー証明書は変更しなくても良いことです。
つまり管理が楽なことです。そしてデメリットは、異なるドメインに対しては対応することができません。では使えるドメイン例も見てみてください。参照名所は example.com、 example.net、 shot.example.org など、異なるドメインに対して一つのサーバー証明書で対応することができます。一方、ワイルドカード証明書は使えるドメインとして www.example.com、 mail.example.com など、同じドメインの中のすべてのサブドメインに対して対応することができます。3、証明書とワイルドカード証明書の違い、なんとなくイメージできたでしょうか。さらに話が脱線してしまって恐縮なんですが、私はこの資料を作りながら、 YouTube のサーバー証明書ってどうなってるのかなと思って調べてみたんですが、少しおかしなことに気がつきました。こちらが YouTube のサーバー証明書です。YouTube の URL に接続すると、このようなサーバー証明書が表示されました。皆さんはこのサーバー証明書を見て3証明書だと思いますか？それともワイルドカード証明書だと思いますか？一見するとワイルドカード証明書のように見えますよね。*.google.com と書いているので、 google.com のドメインをカバーしているワイルドカードサーバー証明書として利用しているように見えます。しかし、このサーバー証明書、皆さん違和感感じませんか？ URL は youtube.com になっているのに、サーバー証明書の CN が google.com になっていることです。 URL と CN のドメイン名が一致していないですよね。サーバー証明書の CN と接続先のドメインが一致していない場合、通常ウェブブラウザがエラーを表示すると思っていたのですが、このサーバー証明書は特にエラーが出ることなく問題なく利用されています。なんだかおかしいなと思って調べてみると、いろいろ面白いことが分かりました。このサーバー証明書の詳細を見ていくと、証明書のサブジェクト代替名というフィールド名があって、この中に YouTube のドメインが指定されていました。つまりこのサーバー証明書は CN ではなく、証明書のサブジェクトの代替名の情報で URL のドメイン名と接続先のドメイン名の正当性を確認しているということになります。ここで RFC を確認することにしました。 RFC の2817は HTTPS の標準仕様を定めたドキュメントです。この中にこんな記述がありました。もし証明書に3の DNS ネーム、ドメイン情報が含まれている場合は、それを優先して使う必要があります。3がない場合には証明書の CN を使います。ただし CN を使う方法は昔からの習慣ですが、現在は推奨されていません。そのため認証局は DNS ネームを使うように推奨されていますと書かれています。この内容を端的に言うと、サーバー証明書の CN でドメインを検証するのは現在推奨されていないよということですね。今は3のフィールドを使ってドメインを検証するということですね。ではこの内容をもとに、もう一度 YouTube のサーバー証明書を見てみましょう。確かに CN の部分に google.com というドメイン名で記述されていますが、これはあくまでも組織名として扱われます。証明書のドメインの検証に関しては、サブジェクトの代替名の部分に記載されているかどうかで確認することになります。つまりこのサーバー証明書は3証明書でもあり、さらにワイルドカード証明書でもあります。調べてみるといろんなことが分かって面白いですよね。では最初から話がかなり脱線してしまったので、問題に戻って問題文を読み進めていきましょう。現在 EC サイトのシステム構成について問題文を読んでいる途中でした。マルチドメインの次から読んでいきます。 EC サーバーはアクセス元の IP アドレスなどをログとして管理しています。お客さんはインターネットから EC サーバーにアクセスしてくるので、その時のお客さんの IP アドレスをログとして管理しているということですね。この部分は後から関わってくるので覚えておいてください。次にファイアウォールの静的 NAT に関する設定が表で説明されます。静的 NAT というのは IP アドレスを1対1で変換する技術です。今回の事例では DMZ 内のサーバーにプライベート IP アドレスを設定して、グローバル IP アドレスに対して1対1で変換するように設定されています。例えばグローバル IP アドレス 100.a.b.1 に通
通信が届いた場合、Firewall Z では静的 NAT によって IP アドレスを 192.168.1.1 に変換します。この静的 NAT のプロトコルと宛先ポート番号の情報を見ると、この通信がそれぞれどこのサーバー向けの通信なのかが分かりますよね。では上から3つ、それぞれどのサーバーのサービスに届いているのか考えていきましょう。皆さんはポート番号しっかり覚えてますよね。ポート番号の53番、これは何のポート番号でしょうか。53番は DNS ですよね。次の443は何のポート番号でしょうか。443は HTTPS ですよね。それでは最後に25番は何のポート番号でしょうか。25番は SMTP ですよね。この情報が分かったら、先ほど答えることができなかった空欄 C から空欄 F を埋めることができます。空欄 C から空欄 F は DNS サーバーに設定されているゾーン情報の中で出てきています。 A レコードというのはホスト名と IP アドレスを管理するためのレコードでしたよね。それでは空欄 C から空欄 F に当てはまる IP アドレスを考えてみてください。こちらの表1をヒントに考えてみてくださいね。それでは正解を発表します。正解は空欄 C が 100.A.B.1、 空欄 D が 100.A.B.3、 空欄 E が 192.168.1.1、 空欄 F が 192.168.1.3 です。 DNS で管理しているのは2つのドメインであることを忘れないようにしてください。 example.jp が社外向けのドメイン、 y-sha.example.lan が社内向けのドメインです。例えば顧客が example.jp を管理している権威 DNS サーバーの IP アドレスを調べたいと思ったときに、 DNS では 100.A.B.1 と回答します。一方、運用担当者が y-sha.example.lan のドメインを管理している権威 DNS サーバーの IP アドレスを調べたい場合は 192.168.1.1 と回答します。顧客はインターネットを経由してアクセスしてくるので、グローバル IP アドレス。運用担当者は広域イーサー網を経由してアクセスするので、プライベート IP アドレスで回答するようにしましょう。ドメインが複数存在する場合は、誰のためのドメインなのかをイメージして考えるようにしましょう。その後 EC サーバーではセッション管理方法についても説明されます。ウェブブラウザで最初に EC サーバーにアクセスしたとき、EC サーバーはランダムな値をセッション ID として生成します。その生成したセッション ID を Web ブラウザに応答します。その後 Web ブラウザでは自分から通信をするときに、セッション ID も一緒に送ることによって自分からの通信であることを知らせます。 EC サーバー目線で考えると、いろんな人から通信が来るので、誰からの通信を把握するためにこのセッション ID を利用するということですね。ここまでで EC サイトに関連するシステムの構成、運用およびセッション管理方法のパートが終了になります。そして今日の動画もここまでにしましょう。皆さんお疲れ様でした。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っている、そういう方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。定期的にいろんなイベントをやっているので、勉強習慣を身につけたり、勉強仲間を見つけたりすることができると思います。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンから、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加することができます。参考までに、こちらが3月のイベントスケジュールです。今は春試験に向かってみんなで一緒に勉強を頑張っています。入会金や大会にかかる費用はありませんので、試験前だけ参加してみようという方も大歓迎です。お気軽に遊びに来てください。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。